おはようございます <laughs> なんかさなんか今になって <laughs> 今になってあのユニフォームを買うか悩み始めてしまっているんですけどいや別に多分買わなかったら後悔するしあれなんですけどいややっぱでかいなでかいなってなってるよね。ここは我慢しておくべきななんじゃないのかな坂で今こう自分に自分で問いかけてる。 今日は3じゃないよです皆さん絶対聞いてください完成しないよどっかダメてもドスッピンやからな <laughs> 月替わりで財布が潤ってるか悩むのかないやこれは自分への誕生日プレゼントだって考えたらいいのではないかっていうねそれで結構揺らいでるんですよそうそうまあ中坂はもう言うとあと十日後が誕生日なので 自分の誕生日プレゼントに買うのならありなのではないかと考えているんですけど、まあ、そもそもこのユニフォームを着る機会って3回しかなくてその3回も確実に行ける保証はないわけよって考えたらさちょっと悩みませんか昨日誕生日でしたおめでとうごめんね昨日お祝いできなくて。 ハッピーバースデイトゥーユーハッピーバースデイ DF さんハッピーバースデイトゥーユーお誕生日おめでとうお誕生日おめでとうございます。はい <laughs> すごい中坂のことが好きだなっていう気持ちが最近いっぱいいっぱい伝わってきてすごい嬉しいのでこれからも一生中坂めいちゃんのことを好きでいてください。トーク会に来た時にねすっごいいつもニコニコでお話ししてくださって中坂はとってもとっても嬉しいですはい2024年は中坂とともに素敵な一年そして素敵な人生にしていきましょうお誕生日おめでとう <laughs> おめでとう ハッピーバースデーハッピーバースデー,ハッピー,バー,スデーおめでとう公演前配信今日公演後できないかもって思って普通に汗汗で <laughs> 昨日の夜中に気づいてポストしたんですけど暑いね今日も 初めての契約ありがとうございます初めての一生契約ということでおめでとうだよー今日透明感いつも以上にあるねということであ本当ですかやっぱ朝の日光って大事だよね T シャツはこうワンちゃん <laughs> あの夏はこういうポリエステル素材が大好きなのでポリエステルばっか着ちゃう もな赤のレン CM ディーンズユニットランクイン誕生日お祝い事たくさんそうなんですありがたいですね18歳もいい1年でしたえ一1年間頑張ってきたしユニ買ってよくないあ揺らがしてくるないやもう割と買う方に傾いてるのなんか今日までなのファンクラブ選考がねだからちょっと買おうかなみたいなちょっと悩んでるんだよね ポリエステル素材がやっぱ夏一番良くないですか通気性いいし汗の吸収感となんかサラサラ感が好きですはいクルミンかと思いましたあそれはちょっと眼科に行った方がいいかもしれないですねはい 皆さんこんにちは今日カラコン今日公演の日は大体毎回カラコンつけてるんですけど今日ちょっとバカでかカ,カラコンつけようかなって悩んでて、ね、どっちがいいと思う迷った時点で買う確定でしょうて <laughs> バレてるもしかしてバレてる、えー、悩む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 麺一択ですいや麺もねいいけどね そうタンプレで買うのがやっぱ一番でもさタンプレ自分へのタンプレに2万とかさ結構さ頑張りすぎじゃない <laughs> え昨日たこ焼きめっちゃ食べたよ結構ね信じられないくらい食べちゃった何個食べたかな <laughs> 何個食べたかな一列一列その後あの残ったやつ結構食べた半分くらい食べたのでめっちゃ食べた気がする。 中ちゃんの金銭感覚を押せる本当に <laughs> ありがとう食べる専門やったんじゃないのでも割と焼いてたよあの頑張ってでも中坂が焼いたところ全部ボロボロでなんか申し訳なかったです2万は全然あるくないだってよく考えてみんなみんなの2万はあるかもしれないけど19歳の女の子の誕生日プレゼント2万 みんんんなここににちはこんにちはは誕生日までに痩せれそうということでなんかみんなに最近シュッとしたよねって言われるんですけど、まあ、シュッとした感じはしてない私はでもなんかみんなに見られてる時みんなに見られててそうやって言われるってことは痩せてるらしいということなのでまあ痩せてるということで,でも全然 <laughs> 全然そうなんですよううううう ココハちゃんが「いじってほしい」と言ってた心はココちゃんとは同じ MC じゃないんですよねでもめっちゃ裏では「いじりいじられ」って感じ人の話死ぬほど大爆笑して聞いてくれるのうれしくない絶対に面白くないだろうみたいな話もめっちゃ面白そうに聞いてくれるから嬉しいですね私はコ,コハです <laughs> J2 は残り2節で前半戦終わるけど栃木は2節続けて6ポイントマッチなのでぜひとも練習をしたいということでファイティンですねファイティーン,、ね、ィーンもう J2 えそっかでももう今何節か分かんないんですけど <laughs>、うん、でも浦和戦が折り返しだから浦和戦が折り返しの1試合目だから言うて J1 もじゃないかな今 J1 は 残り <laughs> 川崎線これグランパスのやったよね川崎線やって湘南線やって、えー、ウェルディ線あれウェルディウェルディまだやってないっけウェルディやってないかウェルディウェルディウェルディまだやってないかやってないなウェルディやって折り返しあと3線ですね すっぴんですながちゃんの祭壇っていう自分へのタンプレにもなりますということでえ嬉しいなそんなこと言ってもらえていやでもそんなこと言われたら嬉しいかもしれない私がもし選手で「あのまるまる選手のユニフォームを誕生日プレゼント自分の誕生日プレゼントに買いました」とか言われたら今同じこと言われてるわけじゃないですか超嬉しいかも <laughs> そう 天皇杯マリノス側ゴール裏チケット取りました岐阜倒しますえ怖いお手柔らかにアザーズとリーナちゃんと近くなったアザーズとリーナちゃんアザーズはもうなんかずっと喋ってるからずっと喋ってるんだけどまだリーナちゃんとはこうかか壁,をと壁を感じるのでぶち壊して「行きたいと思います <laughs>」 打ち壊していきたいと思います今日の前髪パッサパサだからダメ全然何これ <laughs> 今週背景をするとか言ってたようなえそれなでも聞いてほしいんですけど月か水木ってお仕事だったんですよで金曜日は昨日ちかさんのお家でタコパだったので意外と忙しくて今週 <laughs> 言い訳言い訳だったら無限にできちゃうタイプなんですけど あの本当に来週こそ来週こそ変えていきたいと思います <laughs> いちずーちゃんやったら怪しまれるーちゃん <laughs> ありがたいですねお仕事いっぱいなることはいいことですから来週はまあぼっちぼっちって感じかな本日の声入りますおお待ちしております11日は火曜日だねえ確かに火曜日だ確かにってないのメール取ってねって書こうかな 急などストレート <laughs> <laughs> メール会員様募集中だよハートおお買い得情報 明日も午前中に配信する予定です今日行くねあ、待ってますおれなくちゃ当。<laughs> 今日のメール送りましゅメンバーのメールは取ってないですねお買い得じゃないかそう、今日はココミンがね出てくれるので 今日から席が分かんないのかわーおもろいねおもろいシステムだよね改めて本当にみんな頑張って探そう <laughs> 過去に誰かメール取ってたマサナさんだけですでも私の携帯で取ってたわけじゃないので私の携帯にメンバーのメールが届いたことはないですなんかちゃん歌良かったよということでありがとうございます嬉しい 初アンダー覚えてる覚えてます初アンダー中坂はね6月の22日だったんですけど S 公演あのね S にアンダーデビューアンダーで出た時の記憶でいい記憶が一つもないレベルで激ヤバアンダーを繰り返していたので今の研究生って本当にすごいなって思います クルミンのメールで届く画像を全部送ってくれるファンの方がいるので <laughs> 優しいでしょさっきは朝配信で伝えられないからメールでいいかなメールだと朝だと届かないので私の本当に公演までに。 あのポイポイポイ,ポイ,ポイ <laughs> X か DM だったら多分レアタイできますねニゃにニにゃニゃにニにゃニニニニニニ クルミ愛が足りてないいんじゃととうこと足りてます長坂はあのメールなんぞ取らんでもくるみんから直接連絡が来ますしくるみんから直接可愛い画像を送っていただけるのではいみんなよりもくるみん愛足りてます <laughs> はい いいんですくるみんとっても今度ご飯行くんですけど <laughs> 自慢しとくねみんなに今度ご飯行くんですけどなんかマウントきたマウント取りますねマウント笑なんか一時期みんめっちゃマウント取ってた時期ありますよねなんてあそうだ今日クレンジング買うとき <laughs> デジャブこれ昨日の配信のデジャブだよね絶対まだ買ってないんだクレンジング だから今日は、あのー、持ってくよ、クレンジングで顔洗えました。いいやつですけど、ちゃんと。ながちゃんのモバ豆取ってますか。メリットありますか。もうながちゃんのモバ豆は、あの、百発百中。百発九十九、発中、百発九十九、百発百中、九十九中。の確率で、写真がついてきます。<laughs> えへへ,へそう昨日絶対買うって言ってた、ね、それないなちゃん浅くま食べたいって浅くまってさちょっと車ないといけん距離にない名古屋って浅くまね私も食べたことない永ちゃんの萌えや長文がないので読みやすいそれいいことなんですか <laughs> やっぱ皆さんは長文が欲しいものなのですかでもさなんか仮にだよ仮にさ彼氏彼女の関係であったとしてもさそんな長文なメール送らんくない分からんけど浅くまってハンバーグ屋さんです徒歩10分いいな浅くまコーンスープが美味しい あの売ってるじゃないですか浅熊のコーンスープお値段がびっくりびっくりだったからやっぱ浅熊に行って飲もうと思いました内容次第ですよねあステーキなんだステーキだしハンバーグじゃなかったおはようみんなおはよう。 定期の朝熊でした。<laughs> てか他のメンバーはさメールにどんなこと書いてるんだろうって常に気になってるわけ。うん、何書いてるんだろうね。<laughs> みんなは分かんないよね。だって長坂のメールしかは取ってないもんね。 なるほどねコメダでモーニング中いいな学生ハンバーグもあるえそうなのまれにデレデレ恋人設定のメールくださいそんな恥ずかしいの送れないですうううううう今日家で起きたこととか小指ぶつけましたみたいな写真の年代クイズになってる時あるマジで急に意味わかんない時代の写真送ってますよね お試ししてみるとか確かに自然に撮ってるのですごいなでもいるよねそういう方20人くらい撮ってるみたいな <laughs> びっくりびっくりですけど「中坂さんは11機のメール撮ってると思ってみました」ということさすがになんかちょっとメールを自分がメンバーに見られるのはすごい嫌なのでメンバーのは撮らないです 中坂さんって何気に恥ずかしがり屋さんだよね恥ずかしがり屋さんです <laughs> <laughs> はい <laughs>、ね、手羽先サミット行きたいなんか気づいたら始まってた <laughs> メール5人は倒し認定ですかメール5人は結構 DD じゃないですか <laughs>、まあ、まあまあまあ中坂さん的にはまあ「たし」っていう概念なので、まあ、OK にしますけれどもツアー全部取りましたえおめでとうもう当落出たってことかそれぞれのモバイル始まってるもんねありがとう まあ、みんないっぱい来てくれるやん。嬉しい嬉しい。福岡行くおお。明日何時だろうな十10時か9時です。ん違う違う。10時じゃダメダメダメ。9時9時。ん ?9 時かな。結構早起きだね。 は昼行く予定ですバーン<ー>イベントだから避けてるの明日普通に予定があってごめんなさいお仕事もあるので9時です明日イベント最終日ですか早くない 早くはないか <laughs> よかったら見に来てくださいにゃー福岡日帰りできないギリさ昼公演行ったらできるかって感じじゃないギリ昼公演じゃない始発で行って昼公演見て帰ってくる はい、よかったら中坂が起きれるか応援してくださいこの配信は45分にエンディングします <laughs> 結局ユニフォーム決めてないじゃん一応決めとこうかな 買うか買わないかはまだ決まってないけど、ね、スケッチブックどっかにあるかなちょっとさまだコンタクトしてないからサメが全然見えないの 何分ですかそうルーレットって言ってたんですけど、まあ、よく考えたら配信をしながら携帯をこう見せる行為ができないなっていうことに気づいたんでくじで決めていいいきたいと思いますキーパーユニーも結構かっこいいからキーパーユニーも普通に欲しくて。 から1番2番3番4番5番6番7番8番9番10番11番サポーターナンバーはちょっと持ってるからいいや13番も今いないから11121314番 15番16番17番18番19番の選手も今いないので多分ない気がしますね20番21番 22? 22いないか23の選手も今いない気がする24番 25番26番成瀬選手も今ないか27番28番29番の選手はいない気がします30番31番の選手もいないので32番 33番はいない気がする <laughs> 34番35番36はいない気がします37番383940いない気がします4 1 4四2 4 3五、四4 5 4 6 4 7 4 8 50いや50番台いないな6677か合ってますか皆さんあそうどの番号を買う,買うか悩んでたんですよあその番号の場合は買わない買わないは書かないまだ買うかは決めてないの買うとしたら何万を買うかっていう話をしてるわけでありまして網なくにむずい これ切ってさちぎってさこうピピピピピッって引くのがさ楽じゃないもっとでかく描けばよかったな。12。2 45んかもうさこんなんちぎってんだけどやばくないこれくじなのやばくない678 <laughs> でもあのー、あれですよ 一応この選手の欲しいなーみたいなのもあるんですけど決められなくてだったらその選手だけでさこうくじしろよって思うじゃないですかもうちょっと恥ずかしいのでもう全選手でやる買うか買わないかまだ <laughs> 逆にみんなどうやってさユニフォームの番号って決めたの メール会のお得情報ですが今月はね先月より届きますよコスパいい今年今月のメールコスパいいですとっても6月はいっぱい送ろうと思ってたのでずっともう今年が始まる前からだから毎年6月はいっぱい送ってるんですけど恥ずかしい最近あ20番切れちゃったまい,いか 好きな選手の番号でしょそう好きな選手っていうかその推し選手が今いなくてだから何番買えばいいいか分かんないのだからせっかく買うのであのせめて1回は試合に行けたらいいなって思います8月黒珍しいからキーパーユニがいいのでいやそうなんよキーパーユニ結構気になってるよ黒マジかっこいいもん 黒を引くためには、えー、1番か16番か35番か37番を引かなければならないということで。じゃ好きな選手が多すぎる場合はさどうするのみんなみんなはさだって多い人もいるじゃないですか推し面が。 生誕ティーの値段だったら推しの数分買えるかもしれないな私もちょっと2万は結構さ苦しいよねちぎり終えました77七今からじゃあもう運命の運命の時ですよ運命の時引きますから私今から。 ノールックだからね今ノールックドキドキだよわあ、ま、結構マジドキドキしてるせーのダン4番井上紫音選手いいですねじゃあ買うなら井上紫音選手かもしれないということで <laughs> なるほどね、まあ、今でもディフェンダー結構怪我されてる方多いのでかもしれないもしかしたら推しになるかもしれないですけど井上選手ということで乗り気じゃなさそうとか言うのやめてもらっていいですかあのーま、はいかもしれない変わんないかもしれないということで。 野上選手とかねいいですよね今ディフェンダーの皆さんがすごい怪我をされていてで八亀選手が、えー、韓国代表で選ばれたのでいないんですよ6月の頭なので井上慎吾選手とかがね多分出場する機会増えてきてそこでチャンスを掴んで8月も出てくれたらいいなと思います報告はいつ届いたらですかね <laughs> フォワードが良かかったのかなという,うんフォワード別にどなたでも大丈夫だったので買いますあかい買いませんけどまだ <laughs> 買ったら買います <laughs> 買ったら買います <laughs> はいということで宮今さ今何時ですか 35分あと10分ですねということで <laughs> いや買います買います買いますよもちろん <laughs> 毎年リミテッドいうにはさこうやってさくじ引きで決めようかななんか <laughs> 楽しいかもしれないそしたら ね毎年これやろううんでも普通に来年とか再来年とかに推しができてるビジョンが見えなくてそうそう普通にファーストをセカンドをセカンドも買いたいんだよね本当は我慢してるけど今。 え、そう大事だよね。やっぱグッズとかランダムとか引いちゃうとさ、で出た選手ってちょっと気になったりしませんか。中坂はもうちょっと気になるのき越えてるくらいランダム引いてるからあれなんですけど。今日のお昼何食べたらいいですか。米だで。<laughs> 井上選手エゴより若くてびっくり。井上選手はあのバンフォーレ功夫っていうあのジェイツーのチームから。 ACL とかあったのにグランパスに来てくださった選手でハチャンレ選手と仲良し本当に欲しい人だけにしましょう <laughs> 止められてるコメダ遠いけど行きます行ってくださいコメダねピザトースト食べてくださいじゃあメダに勉強しに行こうかなというかいいじゃんいいじゃん 押さえるんんななかったったけ、まあ、でも誕生日なんだ <laughs> 毎年この時期に出るってことは毎年誕生日プレゼントにできるってことですよねそうだそうだそういえば岐阜のグッズ宣伝動画上がってたねそうなんですよ「氷とあのバンダナ」の広告をまたねやらせて頂けたのでもしよかったらあの皆さん「氷のも「バンダナ」もゲットしていただいてお願いします みゆが最近ひそかに狙ってる FC 岐阜のグッズは去年のハンディファンです次絶対岐阜のホームゲーム行ったら買おうと思ってますバナナ似合っててかわいいありがとうございます押しカバンはえ押しバッグも欲しいんですよね めっちゃ欲しいそうまだ岐阜のグッズは全然持ってないので意外とホームゲームに行ってないっていう中坂さん推しがユニ番号違いで送ればコンプできそうだってユニホームは万ゴえなので <laughs> 遠征しかしてないイメージ遠征でもお金なくなっちゃうしなんかどのルートが一番安く行けるのかっていうのを最近頑張って調べてるんだけどなんかやっぱ時間がかかるじゃないですか安いルートで行くとねそんな時間がないから <laughs> そんな時間がないから結局いつも新幹線で行ってお金があーってなっちゃいますそうそう まあ欲しいユニホームくらい自分で買いますので全然ご安心ください節節約約ははなくななくったのかな節約はしてますよじゃ今月中坂がこう節制していこうと思っている部分はあの先月多く予算をめ積もりすぎたご飯代とご飯代くらいしか余らなかったんだよなもうサッカー代と美容代で今年はすごい波が押し寄せてくるんですけどまあ誕生日だしいっかって感じで。 え何誕生日プレゼントに何もらおうかなか誕生日プレゼントにユニフォーム半額持ってもらおうかなでもう1着買おうかな <laughs> バカいる嘘です <laughs> はい 誕生日手当でお小遣い増える増えません。増えません でもあのこんなこと自慢する話じゃないんですけど先月は多分今年に入って一番お金使わなかったんですよ意外とめっちゃ考えて使ってたのなんかこれが予算だからみたいなこの間で収まるように生きていこうっていうのとプラス奈良に行ったお金くらいしかかかってないので先月は多分今年に入って一番お金使わなかったと思います フフね。<laughs> そううちの限定ユニはハテナの色でした黒と赤だよね確か何かえ名前出していいのかな分かんないコンサドーレ札幌みたいだった色味がえ私エスパルスのサードユニが好きですちなみに <laughs> 小遣い帳はあの奈良行くまでつけてたんですけど奈良行った時にあの信じられないお値段になってしまってもうつけられなくなりましたびっくりしすぎて。お待ちしてます。 そうネイビーネイビーそうネイビーかっこよくねあーやっぱ <laughs> これダメ今月はちゃんともう1円1円つけていこうなんか今月からカードの,あの今までの なん,ていうんですかスマホで落ちるサブスクの落ちる方をお母さんのカードで登録してたんですけどカード持ってなかったから <laughs> 今年からあの自分のカード今月から自分のカードを登録したんですけどデビットカードだからデビットカードってお金が入ってないと引き落とせないじゃないですかあのお金が入ってなくて結局全部ままさかの方のカードで落ちたっていうね「<laughs> ままさかごめんね」って謝りました <laughs> 入っててななくてなんかめっちゃ引き落とし明細だけ届いたのメールでねパチパチって全部見たらあの全然全然私のカードじゃない <laughs> カードで落ちてたんだへそう計画通りじゃないかちゃんと月末に <laughs> そう <laughs> 飛ばされる案件 <laughs> もうねやばやばだよね 切り替えはできてたのでもどっちも登録してあって一応かあの私の携帯の中にねカードがそうそうどっちも登録してあるから <laughs> そうなりましたごめんねそうそだからのらー 今月はあの手渡しで <laughs> ど,ど,どうにかなんか引き落としが31日とかなんですねとか30日とかなんだけど30日31日はもうさすがにカードにお金入ってないわって思ってごめんなさいということで45分なので終わります 逃げます。モフモスさんラブレター、ワンワンさんチュチュチュー、ストライクさんラブレター、おたくさんハート、ストライクさんラブレター、おたくさんハートハート、ストライクさんラブレター、ラブレター、ラブレター、おたくさんハート、ストライクさんラブレター、モフモフクマさんハート、怪獣さんカラフルペンライト、自転車ラスカルさんラブレター、チュウ怪獣さんラブレター、白のクマさんチュウ怪獣さんラブレター、ピンクのアザレスさんチュウ怪獣さんラブレター、チュー、おたくさんラブレター、トラさんラブレター、ラブレター、 ええー、おたくさんラブレターラブレタートラさんラブレターラブレターラブレターおたくさんラブレターツインテール,ルんんさんみずるだるまワンワンさん可愛い,い結婚して怪獣さんの、ね、インボー空めさん結婚して結婚して結婚してフフゥフ猫さんハートバイク猫さんねインボー紫のスライムトロトロさん結婚してエスキーヌクマさんーーハートハートワンワンさんチュッチュ、えー、ブブググさんラブレターラブレターワンワンさんチュね怪獣さんねインボーレ、ね、インボーズンダマンさんハート えーおじさんおじいさんあと怪獣さんからフルペンライトからフルペンライトズンダマンさんライフポンポンブリンさん青さえ白さえオレンジさえー世界さんファイトピピヘイピゃんタラのオンブポンポンブリンさんタラのブ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 タラのオーブダンシングヒルさんチュ ソロマメさん、レインボー、レインボー、ブブグーグーさん、ラブレター、福田ぬきさん、ラブレター、ブブグーグーさん、ラブレター、ピピヘピさん、トランの音符、キさん、レインボー、トータイサキさん、チュー、ピピヘピさん、トランのメタランの音符、ポンポン・プリさん、レインボー、メシャラスカルさん、ハート、ピピヘピさん、トランのメタランの音符、ズンダマンさん、チュー、ダンシング・アヒルさん、チュー、ロのクマさん、チュー、ブブグーグーさん、チュオムシャンチュピピピヘさんラのええ、羊さん、チュー、オムシャン、チュ エゴさんチュッチュピピヘピさんたらんのオンプモフモスさんラブレターありがとうございますそこにもギフト投げてくださった皆さん本当にありがとうございますイェーイありがとうイェイエイェイイェイフフフあ<ー> <laughs> とということで皆さん今日もたくさんのギフトありがとうございます。読めなかったギフトもたくさんあると思うんですけれどもね、中坂の目の中には届いていましたということで、本当にありがとうございます。では、続きましてランキング読みたいと思います。今日の中身73位は、でげでげでげでんでんでででんでんでバーん。えー、キラキラ星のアバターのくまさんさんです。ありがとうございます。イエーイありがとう。ありがとう。<laughs> では続きまして20から見ますいきますせーのオタクさん白のおさんインコさん空豆さんマスクしてるクロミちゃんさん紫のスライムトロトロさんもふもふさんありがとうございますイェーイありがとうございます <laughs> ああ、めちゃ、めちゃさ、あれで読んじゃったわ。ごめん、もう一回読む。めっちゃアバターで読んじゃった。せーの。グリズリーさん、タクタクさん、トモスさん、松永さん、新幹線さん。ああ、ランキングが超えちゃった。グリズリーさん、タクタクさん、トモスさん、松永さん、新幹線さん、ワミさん、岩崎しさん、ありがとうございます。イェーイ <laughs> ありがとうございます。 13位、<laughs> さんあ,ありがとうございます。紫のスライム、トロトロトロ。間違えた。13位、マサさんありがとうございます。紫のスライム、トロトロトロ。12位、泣きがらさんありがとうございます。マフマフ。11位、トヨフェスさんありがとうございます。ウキウキウキ十 <laughs> 10位、エクシーさんありがとうございます。メ九 <laughs> 9位、えー、アンディさんありがとうございます。怪獣がおー、ガボ。 8位、丸橋ひろゆ之さんありがとうございます。ブブグーグ七 <laughs> 7位、スーパードライさんあ,ありがとうございます。バイク猫ブン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 にゃ6位、勝ツさんあ,ありがとうございます。ストライク !5 位、お父さんさんあ,ありがとうございます。ワン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  !4 位、長っぺ、ベビベベ,ベ,ベさんあ,ありがとうございます。ベベベビベ,ベバブー 三位もっさんありがとうございますまるまる猫にゃーあと七十三おっさんありがとうございますがろんさんそして今日の一位はドーグ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 ドー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 ンなかなかさんですやーいせーのしるるるるるんありがとうございます ということで皆さん今日も配信見ていただきありがとうございましたそうじゃん誕生日の時名前呼んでなかったよねセカンドさんだよねありがとうセカンドさんおめでとうだよ見てるかなまだ <laughs> ということで皆さん今日も配信見ていただきありがとうございました今日は17時から公演がありますので皆さん絶対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 見てください初めて名前を呼んでもらってもっ感動してますかそれはなんかごめんなさい私トーク会とか握手会で呼べなくて恥ずかしくてね あ、見てた。おめでとうだよ。ということで、今日の6月、いっぱい、6月目は、6月目はじゃなくて、6月はもう全当てしていこうかなって思ってるので、6月の3年単予想、まず、731でいきたいと思います。せーの <laughs> <laughs> んだっていうくらい位が強かったですねということで5293盛り上がりありがとうございましたコメントしてくださった方星ギフトを投げてくださった方もありがとうございましたもしよかったらメールブログのチェックダイフゴートショールームのフォローツイッターとインスタグラムのフォローメブロのチェックよろしくお願いしますそれでは終わりたいと思います今日は講演、えー、S 講演初中も中坂ラジオさんじゃないようです皆さん絶対絶対聞いてください見てくださいよろしくお願いします6月もこちらこそよろしく 終わりまーす。せーの、ばいちゃん、じゃんけんぽん、集めて、ほい、きょうの合言葉は、6月バイバーイバイバーイバイバーイ,バイ,バーイ